競馬カフェご来場いただきありがとうございます。コンシェルジュの香織です。この動画では大井競馬場で開催されるジャパンダートダービーの予想をお届けいたします。今回本命に選んだのは2番リプレーザです。先行して粘り強い競馬ができるタイプの馬なので、今回は多頭数で内枠の2番を引けた点は大きなプラス材料と言えそうです。2走前のように刺しても競馬ができるタイプなので、展開に左右されにくい点も買い材料となりました。今回は2番のリプレーザと関東オークスで強い競馬を見せた7番ウェルドーンを3連複2等軸の軸馬に選びました。相手に選んだのが1番ダノンブレッド、3番セイカメテオポリス、5番ジョエル、10番スマッシャー、13番ゴッドセレクション。以上の5頭に流した3連複5点で勝負いたします。今週は中央競馬は中京記念を YouTube 動画で、函館記念は競馬カフェのサイト動画で公開いたします。皆様の競馬カフェへのご来場とチャンネル登録をお待ちしております。コンシェルジュの香織でした。